講習を終えて、もうすごい、感動したというか、大変勉強になりました。で今までこういう、まず今までこういう講習を受けたことなかったので、まあ、当然なんですけど、まあ、いろいろ新鮮で、まあ、お客様をどう喜ばせたりだとか、まあ、あとはですね、この仕事に対するやりがいだとか、まあ、いろんなものを学ばせていただきました。で、やっぱり講習を終えて、すごい、なんていうんですかね、将来に対する希望だとか、もっとこの仕事に対してもっと頑張っていきたいとか、プライドだとか、そういうのが芽生えてきたんで、これからも、じゃんじゃん頑張って、たくさんお客様を、引きつけて頑張っていきたいと思います。なので、皆さん待ってます。